はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけれども、建築基準法の中の、卸売市場だったりとか、火葬場とか、あと土地区場とか、あと汚水処理施設だったりとか、あとゴミ焼却場とか、まあ、そういった施設の建築制限について解説させていただきます。まあ、通常なんですけれども、用途地域が指定されていれば、その用途に合った制限の下で建築することってできますよね。これどういうことかというと、おそらくこういった表を見たことあると思うんですけども、こちら弊社の個別指導の教材テキストの中の一部なんですね。まあ、こういった表を見たことあると思うんですよ。例えばちょっと見づらいかもしれないんですけれども、例えば保育所とか診療所とか教会とか、まあ、神社とか、あと交番ですね。こういったところはノーマークだからどこでも建築できますよと。で、一方で、例えばボーリング場とかスケート場とか、まあ、こういったところは、低層住居専用地域、あと田園住居地域、中高層住居専用地域、まあ、こういったところでは建築できませんよ。あと工業専用地域、ここでも建築できませんよ。それ以外のところであれば建築できますよとか、まあ、こういった表を見たことあるんですよ。で、まあ、これはね、覚えなければいけないんですけれども、まあ、弊社の個別指導は下の方にですね、語呂合わせが載ってますので、まあ、この表を覚えるというよりも、語呂合わせを覚えていただいて、使えるようにしていけば、まあ、この内容については大体解けるようになります。で、今回お伝えをするのは、この部分ではないんですね。これにちょっと関連してくるんですよ。関連してくるのは、こういった施設については、どこで建築できますかという話なんです。用途制限ではないんですけれども、実際用途制限と同じところで出題されてくるんですね。なので、これをですね、関連付けて頭に入れていただきたいんです。ただ、これを一緒の軸で考えたら、これ理解できなくなっちゃうんですね。なぜかというと、この用途制限とはちょっと関係ない話になってきてるんです。つまり、用途地域とは関係なく、建築できたり建築できなかったりするって話になってくるので、ちょっと分けて考えてもらいたい。ということで、今回分けて記載しております。今お話した内容、いわゆる用途制限ですね。っていうのは、まず、都市計画で用途地域って指定されるじゃないですか。市街化区域内、どんどん建物建てていっていいですよっていう、市街化区域内があったら、市街化区域内には必ず用途地域を指定します。つまり、この地域は、低層住居専用地域ですよ。ここは商業地域ですよ。ここは、工業専用地域ですよ。みたいな感じで、それぞれの地域において、用途地域を指定しますよね。で、その指定された用途地域の内容に応じて、用途制限がかかってきます。今言った内容ですね。まあ、教会とかね、神社とか交番とかっていうのは、どの用途地域でも定めることできるけれども、ボーリング場とかスケート場とか、そういったところっていうのは、建築できる場所が決まってましたよね。まあ、このように、用途地域から用途制限が決まってくるわけなんです。つまり、用途制限にかかってこない場所、つまり制限を受けない場所であれば、自由に建築できるって話なんですよ。例えば自分自身がね、スケート場を経営したいと思った時に、商業地域があれば、そこであればどこでも建築することって可能なんですよ。つまり国民主導でこれ建築可能だって話なんですね。もちろん先ほども言った通り用途制限かかりますよ。例えば第一種低層住居専用地域でスケート場を作ると、建設するって、これはできないけれども、用途制限の範囲内であれば建築できるわけなんです。一方で、この卸売市場とか火葬場とか土地区場とか、汚水処理施設とか、あとゴミ焼却場とか、そういったところっていうのは、この用途制限は関係ないんですね。関係なくて、別途都市計画で建築できる場所を決定するんですよ。まあ、法律上は位置を決定するって書いてあるんですね。位置っていうのは、そのどこに建築できるかっていう場所を都市計画で決めるんですね。決められていなかったら建築できないんです。これらの施設っていうのは。つまり、これは行政主導で場所を決めるって話なんです。これは用途制限の話はちょっと違うんですよね。用途制限は国民主導で建築することができるけれども、こっちの話っていうのは行政主導で建築できる場所を決めていくって話だから、ここが大きな違いなんですよ。で、なんでこのような違いがあるかっていうと、この卸売市場とか火葬場とか、土地区場とか、汚水処理施設とか、焼却場とか、こういったところっていうのは、建築されると周りの人たちって嫌がるんですよね。例えば土地区場っていうのは、これ豚とか牛とか、これらを、まあ、解体してですね、生きている豚とか牛とかを解体して、加工する場所なんですね。まあ、なんか嫌じゃないですか、近くにあると。あと火葬場とかもね、嫌がる人やっぱいるんですよね。で、卸売市場っていうのは、生物を扱うお店が密集するんですね。
例えば、生肉だったりとか生魚だったりとかそういったものを取り扱う店が密集するので、やっぱりこれもですね、嫌がる人がいるんですよね。だからこういったところっていうのは国民主導じゃなくて、もう行政が場所を決めちゃいましょうというふうにしてるんですよ。だからこれをちょっと一緒に考えちゃうと、これ分かりづらくなるんですね。つまりこの卸売市場とかこういった施設っていうものを用途制限の中で考えちゃうと全く理解ができなくなっちゃうので、これはちゃんと分けて考えましょうっていうところです。で、内容的には全然難しくないんですよ。ポイントで言ったら、これらの施設っていうのは都市計画で位置を決めるんだって、これがポイントなんですね。ここがポイントなんですけれども、これを丸暗記するよりも分けて、こっちは国民主導、こっちは行政主導なんだっていうイメージがあれば、すんなり頭に入りやすいと思いますんで、ぜひそのように理解していただければと思います。で、弊社アレトスは個別指導を行っております。まあ、今回のようにイメージしながら、理解をしながら学習したいという方は、ぜひ個別指導をご検討ください。理解ができれば卓球の勉強も面白くなってきますし、また勉強も続けられるんですね。で、さらにはそれが合格につながるということです。なんで、もしそのような勉強したいという方は、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからぜひご確認ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。